はい、こんにちは。今回はね、ちょっとね、一本の動画にするにはなんていうか、ネタがね、弱いというか、短い動画になってしまうというか、まさにね、小ネタを寄せ集めた動画となっております。ラジオ感覚で聞いていただければ幸いです。それで今回ですけど、まず最初に僕レベルがね、なんと70レベルに到達いたしました。いやー、嬉しいですね。嬉しいのか。ピクミンのレベルってぶっちゃけるとレベル60がね、ほぼ上限って言っても過言でなくて、なんでかっていうと、このレベルが上がるごとに、この隊列数、ピクミンを連れて歩ける数が増えて、で隊列が増えれば増えるほど鼻植えができる速度が上がっていくわけですよ。でこのね、レベル60でね、実質打ち止めというか、60以上ねレベル上げてもこの隊列数一切増えないんですよ。だから70レベルになってもね、あんまり変わりはないというかね、違いがほとんどないんで、ここから上はね、ちょっと、なんて言うんだろう、実用面で言ったらそんなに変化はないですかね。たまにね、ボーナスがもらえるぐらいで、でも一応紹介させていただきました。そしたら次ですね、この、最近ですけども、この駅のピクミンがあまりにもちょっと出過ぎてる問題というか、その今までだったら駅のピクミン、全然出なかったんですけれども、これ分かります。3月18日金曜に1匹の2匹の3個目ですね。だから1日で3つ出てるんですよ。今までだったらこんなことなかったし、明らかにね、この駅のピクミンが出過ぎてる問題が起きてんですよね。ありがたいっちゃありがたいんですけど、これもしかしたら今だけかもしれないなと思って、っていうのも、駅がある場所に駅ピクミンが出るんだったらまだいいんですけど、駅からめちゃくちゃ離れた場所にね、駅のアイコンが出てきて、フォロワーさんの話聞いた限り家から出てきたみたいな話もあって、嘘やんと思って。だからちょっとね、探知機の表示が明らかにおかしいんですよね。例えばですけど、今回駅だけだったらね、まだいいんじゃないって、そういうこともあるよねで終わるんですけど、美術館を例えば例に出すと、今まで美術館の判定が出ていた場所に探知機のアップデートが終わってから行ってみたところで、美術館のねアイコンがとうとうね、探知機から消えて、美術館内がねゲットできなくなってしまったって話があるわけですよ。でこれはね、なんでこんなこと起きたかっていうと、ピクミンね、今までだったら探知機の出てくる表示が10択とか12択みたいな感じでバーって出てきてしまってたんですけど、その新しいアップデートではね、最大で6か7ぐらいまでしか表示されなくなって、探知機に映るものが減らされたわけですね。ただね、その減らし方がまたひどいというか、その3つあるうちの美術館を減らすとか、3つあるうちの砂浜を減らすみたいな減らし方をしてくる場所があって、これは本当に場所によるんですけども、だから場所によってはね、美術館内取りに行ったとしても全く取れなかったって話もね、聞きました。うわー、かわいそすぎるなと思って。だからこれに関してはね、ちょっと探知機早く最適化してほしいというか、ちゃんとしたものをね、映してほしいなって個人的には本当切に願いますね。でこの電車に関しても、駅からめちゃくちゃ離れてる場所から電車のねアイコンが出てきてしまうんで、これはね、もういずれ正直言うとバグなんじゃないかなって思っていて、いずれ修正される可能性も非常に高いなと感じているんで、電車のアイコンは今のうちにたくさん撮っておくといいかなと思います。はい、次ですね。ここに映ってるこのスペシャル内、これあるじゃないですか。もう引っこ抜ける状態で、ちょっと放置するんですけど、この苗は今回どこからでも出るってことがもうすでに分かっているんですけども、でこれ実際にそのツイッターのフォロワーさんから聞かれた質問で、この苗はそのレアなスポットも潰してしまいますかみたいなことを聞かれたんですよ。で答えから言うと、潰してしまう可能性非常に高いですね。例えばここ今ディズニーランドなんですけど、このディズニーランドの一帯で、ここら辺全部映画館判定なんですよ。で映画館判定なんですけど、ここに仮にもしねスペシャルな苗が湧いてしまったら、ここの映画館のセルを1個潰してしまって、もうここからはね映画館の苗を取ることができなくなってしまうんですよ。でそうなった場合、このスペシャルな苗のに返してもいいですかってことをね聞かれるんですけども、
これに関しては、まあ、三つ葉だったら野に返していいけど、四つ葉だったらね野に返さないことをね強くお勧めします。っていうのも、四つ葉のピクミンは今までのピクミン、今までのデコピクミンと違って明らかに出ないです。もうあのクワガタとねどんぐりの関係とかじゃなくて、あのバナナとねキノコの関係みたいな感じじゃなくて、ね明らかに四つ葉はね三つ葉よりもね出づらいんですよ。だからねこれに関してはねちょっとね四つ葉はね正直言ってこの映画館とか美術館よりもレアですね。だから、まあ、個人的にはね四つ葉がここで埋まってしまったら、まあ逆に喜んだ方がいい、やった四つ葉出たって喜んだ方がいいですね。だから四つ葉に関してはリリースないをねリリースしないというか、ピクミンを野に返さないんで、三つ葉だった場合は野に返してもいいかなと思います。四つ葉は本当にレアだと思ってください。あと今回のイベント関連でちょっともう一個だけありまして、その今までというか、まあこれもね結構知らない人が多いんですけど、実を言うとピクミンブルームって5万歩以上歩いたらそれ以上苗が育ちにくくなるんですよ。で全く育たなくなるというわけではなくて、育ちにくくなるってだけの話で、本当にただねめちゃくちゃ効率が悪くなってしまうんで、1日にその5万歩の範囲内でしか苗を抜けないと考えてください。だからねこの今僕このスペシャルなスロットに入れて7000歩でね返すようにしてるんですけど、その苗をねたくさん引っこ抜きたいんだったら、こういうねスペシャルなスロットを使うとか、あと花植えをしてこの1万歩よりもね早く引っこ抜くとか、そういう工夫をしないと1日に何個も抜くことはできないんですよ。仮によし1日7か8抜いてやろうって思っても、もうその日に5万歩を超えてしまったらそれ以上苗を引っこ抜くことは非常に難しくなってしまうというか、そのどういう仕組みかっていうと、ゲーム内の歩数のカウントはとりあえずされていくんですよ。5万とか10万とか15万とかどんどん歩数のカウントはされるけれども、この苗のカウントはされないようになっています。なるべくですけど、もうコツコツねこういうゲームはね苗を返していくのがね推奨されているわけですね。1日に10個とか20個とかね、このスペシャルな苗を引っこ抜くことはできない仕様になっております。これはね結構落とし穴というか注意が必要ですね。で本当に最初期の頃は実はこれ、この歩数制限は3万歩だったんですけれども、今はあの緩和されてね5万歩まで OK となっております。今回はまあこんなところですかね。あのどちらかというとそのイベントにね偏った情報が結構多くなってしまいましたけど、まあ、よろしければね参考になれば幸いです。で最後に僕が言いたいこと、このねこれわかりますか、これこれ本当に名前長すぎ、これだけはねちょっとね初期段階でのねこのめちゃくちゃ長いニックネームつけられるの、これ正直言ってねなんとかしてほしいです。はい、今回はこの辺で以上とさせていただきます。ありがとうございました。